こんにちは、ゆりこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日はこのめっちゃ綺麗なスポットでストロボをつけて、最初は直当てで撮影して、自然光で撮って直当てで撮影して、限界のところの直当てでどこまでアンダーにできて、そしてその後はアクセサリーを入れて、そしてどこまで直当てとアクセサリーの違いがあるかも見れます。なので是非最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。で今はこんな感じの OK でイエイで太陽が向こうから来てます。太陽が斜めを白い左側から入ってます。でこの菜の花じゃないしこのコスモスの奥行きを使って、前はめっちゃ綺麗な感じでぼかして撮影します。ストロボ1頭入れます。ストロボ1頭使うけど、右側からストロボを入れて、そして多分結構最終的に強いパワーになるので、この辺のバッテリーパックつけてます。でこんな感じで、だいたい自分が 10m ぐらい離れて撮ります。で一番最初はとりあえず自然光はどんな感じになっているかを見て、自然光で今の環境で撮ると、とりあえず 135mmF1.8、 そしてシグマの 135mm ね。あとシャッタースピードは今自然光でとりあえず500分の1でどうなっているかを見て、 OK。500分の1でちょうどもう被写体の顔の露出はめっちゃ綺麗な感じに入ってます。で綺麗な感じに入ってるけど、このままの自然光で通ると、何が起こるかというと、すごく綺麗なのは綺麗だけど、後ろの花がまだちょっと明るいんだよな。後ろの花がだいぶ明るいので、実際に今ストロボを入れたらどこまで後ろの花が変わる、どこまで背景も変わるかも見てみましょう。とりあえず今この感じで、自然光はこんな感じ、自然光はこんな感じ。そして今から右からストロボを1頭入れます。一番最初は何もアクセサリーは何もつけないです。そのまま撮影します。500分の1じゃなくて1段ぐらい下げたいです。1段ぐらい背景の露出を下げたいってことは1000分の1にします。1000分の1にするとこんな感じで、背景がもういい感じにちょっと暗くなったけど、もちろんその場合だったら被写体の顔も暗くなってます。でそれを結局右側にあるストロボで合わせます。右側にストロボを入れます。でストロボを入れると被写体の露出が結構綺麗な感じに入ります。そして先ほど言った通りに後ろの背景がもう若干暗くなって、とりあえず今のところは白飛びしてるところは少ないかな、ちょっとある気がします。で今ストロボのパワーは16分の1でした。16分の1で限界までどこまでいけるかも見てみましょう。で16分の1からストロボの今のフル発光まではどのくらい差があるかというと、16から8段、16から8分の1で1段、4分の1で2段、2分の1で3段、フル発光だったら4段ぐらいストロボのパワーを今から強くすることができます。なのであと4段ぐらいこの背景を下げることができます。で今シャッタースピードは1000分の1。1000分の1で感度 50F1.8 で、さらに暗くしましょう。さらに暗くして16分の1から4分の1まで2段上げます。そしてシャッタースピードは今2000分の1までこれだけ後ろの背景がさらに暗くなりました。ちょっと戻って、OK で、とりあえず今はこの距離で撮影してます。だいたい1メートルちょっとぐらいの距離で撮影してます。で、今はまだ直当てのままで OK、 2000分の1で2000分の1で4分の1で、こんな感じの背景になります。で、さらに強くして、もうフル発光までいって、12345 6回回してフル発光までいって撮影してみると、でその分3回回して3回回すと実際に4000分の1で撮影すると、これだけ真っ暗な感じの背景になります。もし今の背景でストロボが光らなければどうなるかというと、完全に真っ暗な感じになります。これぐらいもう被写体も何も普通に映らない。で、今はとりあえずフル発光で4000分の1、少し差があります。もう一回2000分の1に戻って2分の1まで下げて、それで被写体の背景がいい感じ、被写体の顔がいい感じになります。1101で、もう一回4分の1まで戻って、で1000分の1、8分の1で、1000分の1ではギリギリ背景がもう白飛びもしてるかしてないかぐらいの状況で、1600分の1、1600分の1ではまあ大体セーフな感じで、直当てで1600分の1はこんな感じです。そして今は直当てじゃなくてアクセサリーを入れます。アクセサリーを入れると、今横からSundiscを今日使います。Sundiscで折りたたみのアクセサリーなので、すごく簡単な感じでセッティングできます。SundiscイエーイOK で、Sundiscを今から普通にストロボに入れると、こんな感じでSundiscが使えます。で、白いところに中に銀のサーフェス入れてるので、普通の5700ぐらいのホワイトバランスで撮影します。OK、そしてはストロボに何かを入れることによって、どうなるかというと、結局今そのまま撮ったら被写体の露出がアンダーだよね。で、8分の1からSundiscはだいたい分かったでしょ。分かったね。で、今Sundiscを入れると、こんな風に結構柔らかい感じの光になりました。で、もう一回比べてみよう。直当てSundisc、直当てSundisc、 OK、 パワーは2分の1、自然光で撮るとこんな感じの写真になります。でもこの写真の横見ると、実際に結構横が結構背景が白飛んだりしてます。被写体の光はそんなに悪くはないけど、背景はこのバランスだと結構白飛びしてます。なのでストロボを入れて、一番最初は弱い設定、とりあえず16分の1ぐらいで、シャッタースピードを500分の1から若干上げて、1000分の1とか1600分の1、そしてそれに合わせてストロボのパワーを変えて、被写体の背景のバランスを決めたりしてます。で、極端のところまで行くと、今この環境でどこまで暗くできるかっていうと、これぐらい暗くなります。これぐらいは4000分の1で感度 50F1.8 でストロボがフル発光で撮影してます。これだけ暗い感じ、一番最初の自然光と比べてみると結構違いがありますよね。で最後にまあずっと直当てで撮影してたけど、直当てで撮影するとこんな感じで、まあ、結構今は普通にかっこいい感じにはなってるけど、実際に普通に女性撮影してる時に直当てじゃなくて、まあ、なるべく何かつけたいんだよな。例えばソフトボックスとかで今日はサンディスクをつけました。でサンディスクだけの動画もあるので、その動画を下の概要欄に入れるのでぜひチェックしてください。でサンディスクを入れて、で大体同じ露出、同じ全体の露出、そして同じ被写体の露出で撮影すると、これは直当て、これはサンディスクで、まあ、実際に全然違う感じ、違う光になっているので、まあ、なるべく私が女性を撮るときにはできればなんかまあアクセサリーはつけたい。そしてサンディスクは結構運びやすいので、こういう感じのロケで持ち運ぶととても便利です。チョコ当てとサンディスクをつけた時の差が、ストロボの差がだいたい2段弱ぐらいかな、1段の3分の2ぐらいストロボをアップしました、その時に。 OK、 今日も最後まで見てくれてありがとうございます。もしちょっといいなと思ったらぜひ下のイエーイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。あと何か質問とかがあればぜひコメントに入れてくれたら嬉しいです。もし私のチャンネル初めて見てる人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを見てくれたら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。リコでした。